キューバ鉄道の旅客路線図。キューバ鉄道は、キューバ共和国における旅客輸送と貨物輸送を担っている国有鉄道会社であり、西インド諸島における随一の鉄道事業者である。キューバ国鉄は 1435mm の標準機を採用しており、その路線は、キューバの西端であるグアネから、東端のグアンタナモまで広がっている。長さ 835km の中央線は、ハバナから東部のサンティアゴでクーバまでを結んでいる。キューバ国鉄のフラッグシップである1号列車も、ハバナとサンティアゴでクーバの間で運行されている。その他の長距離旅客路線として、ハバナからピナールデルリを、シエンフエゴス、サンクティスピリトゥス、バヤモマンサニヨ、グアンタナモを結ぶ路線がある。キューバ国鉄は、キューバ国内の6つの一級港湾を結び、そして全ての州都を結んでいる。キューバ国鉄の総延長 4226km の、うちほとんどが非電化であり、140km だけが電化されている。ハーシー電鉄は、ハバナとマタンサスの間の電化路線であり、ザ・ハーシーカンパニーが1916年に、砂糖プランテーションを購入した際に、労働者と生産品を輸送するために建設した。現在もこの路線は、ハバナ北部とマタンサス間の通勤路線として、ハーシー電鉄時代の設備を使用して運行されている。キューバの鉄道の歴史は、当時キューバの摂政女王であった、マリア・クリスティーナ・デ・ボルボンが、キューバで最初の鉄道建設を承認した、1834年10月12日に始まった。1836年には、ガスパル・ベタンコート・シスネーロスが、フェアオカリルでコマグウェイ・エー・ヌービタスと呼ばれる、馬車鉄道をカマグウェイに設立した。ラテンアメリカで最初の蒸気鉄道路線である、ハバナ鉄道会社は、1837年11月19日に、ハバナとベユカル間 27.5km の路線として開業した。この時点で、キューバの宗主国であるスペインには、まだいかなる鉄道路線も存在していなかった。この 27.5km の路線は、1839年11月19日には、さらに 17km 先のグイネスまで伸び、1843年12月には、サンフェリッペとバタバーノの2都市もこの路線網に加えられた。1847年には 17km、1848年には 21km、そして1849年にも 21km、延伸し、鉄道網は拡張された。1859年2月3日には、ハバナで最初の路面電車である、ハバナ都市鉄道が開業した。1913年頃、キューバ中央鉄道でサトウキビ運搬に使用されていた、貨車アメリカ生まれのカナダ人鉄道経営者、サー・ウィリアム・バンホーンは、20世紀初頭のキューバの鉄道網拡大を支援した。彼は、1900年に設立された、キューバ鉄道会社に投資した。1924年、キューバ鉄道と、キューバ連絡鉄道との紛争をきっかけに、現在に至る、キューバ鉄道が設立された。その他、1916年設立の、キューバ北部鉄道や、トゥナス・デ・ザザ鉄道、グアンタナモ西部鉄道なども、すべて1920年代に、キューバ鉄道へ合併された。1940年から1959年に、かけて、キューバの旅客列車は、バッド車と、フィアット車からディーゼルエンジンを搭載した機動車車両を導入したことにより近代化された。これらの車両はハバナ、サンティアゴでクーバ間などの主要路線で4両程度の編成を構成し、中速の列車に投入された。また、同時期にはハバナとキューバ東部地方との間に4社、または5社の主要な会社による大規模な都市間バス網も競うように開設された。そして、いくつかの砂糖工場では、老朽化した蒸気機関車を電気式ディーゼル機関車に切り替えた。1958年時点で、キューバは、他のどの国よりも平方マイルあたりでより多くの鉄道網を構築していた。また、革命以前は、マイアミとハバナの間に、鉄道連絡線が運行されていた。
1980年から2007年にかけてのキューバ鉄道網の営業距離数推移を示す図表。1958年12月のサンタクララの戦いにおけるフルヘンシオ・バティスタ政府軍装甲列車の破壊は、キューバ革命の成功における重要な足がかりとなった。1959年のキューバ革命終結後、公営と私営の鉄道網を国有化することにより、キューバ国営鉄道が設立された。ただし、マナズは、主に砂糖製品を輸送するために、独自の鉄道網を運営し続けた。革命により、交通システムが国有化された後、数十年にわたり鉄道関連機器の主たる、供給元だったアメリカから、交換部品を入手できなくなったことや、効率的なシステムを壊してしまったことと、相まって、サービス競争の欠如や、国防費のへの予算流用により、キューバ鉄道の状態は徐々に悪化していった。1963年から1966年にかけて、イギリス国鉄の支援により、タイプ4型機関車に基づいた新しい機関車を入手した。これは、ダービシャーのハットンにあるクレートン社で組み立てられた。キューバ危機の後、アメリカの禁輸措置に伴い新しい鉄道車両を購入することは難しくなった。いくつかの車両はユーゴスラビアのような第三国を介して届けられた。例えば、イギリス製の機関車はユーゴスラビア籍の船舶を使用して春から出荷された。その後、キューバは禁輸措置の影響を受けていない友好国から新しい列車や機関車を入手することができるようになった。5両の RSC18 型機関車がカナダから届き、スペインのカタルーニャ公営鉄道からは9両の電車が届いた。また、2000年以降キューバの鉄道網は加速度的に設備向上を達成した。カナダ、メキシコ、そしてヨーロッパ諸国から次々と新たな鉄道車両が届いたが、これらの大半は中古であった。例えば、2002年にはドイツから、旧東ドイツ国鉄の171型機関車を購入した。それに並行し、中華人民共和国は、キューバのための鉄道車両の新たな供給元となった。2006年には、東風 7G 型機関車を12両キューバに引き渡した。また、引退した車両の一部もキューバに売却した。キューバで稼働する大半の機関車がディーゼルとなり、蒸気機関車は、砂糖産業や観光業のために一握りの数が残るのみとなった。2007年9月25日に、ベネズエラ社会経済開発銀行が、キューバの交通当局との間で、キューバの鉄道網のインフラ整備と修理のために1億ドルを投資するとの合意に達した。これにより、時速 40km から時速 100km に、キューバの鉄道列車の平均速度を高めることが期待されている。また、契約の一環として、キューバの技術者が、ベネズエラの鉄道網における同様のプロジェクトに参加した。同年10月には、キューバ鉄道は200両の客車と550両の貨車を、イランのワゴンパース社に発注した。2010年5月に、キューバ政府は、鉄道網修復と新しい車両の購入、さらに鉄道労働者を訓練する4つのセンター開設という幅広い計画を発表した。以下に貨車と保線車両を除く運用中の車両を示す。製造国は製造当時を基準とした。出典はより、貨物輸送用の車両はソ連をはじめとする東側諸国から導入されたのに対し、旅客輸送用の車両は、アルゼンチン、スペイン、カナダ、フランスなど、その他の友好国から導入された。日本からは詳細は不明であるものの、日本車両で製造された、バーバー式台車 NT46 を履く、貨車と推定される車両が新車で輸出された記録が、残るほか、近畿車両で製造され、メキシコへ輸出された一等客車の一部が、同国から再輸出されている。ありがとうございます。